ありえる。またわしの言いつけに背いたな。宮殿の外へは出るなと言ったはずだぞ。待って、パパ。なんてことを。少年よ、お前たちは遠くの海ではなく他の世界から来たのだな。あ、ではやはりお前が鍵を持つものか。どうしてそれを。アリエルは騙せてもわしの目はごまかせん。その不慣れな泳ぎ方ではな。鍵を持つ者なら分かっているはずだ。異なる世界に属する者は互いに干渉してはならない。そんなの知ってるよ。だけどお前たちはそのルールを破ろうとしている。鍵を持つ者は平和を乱し災いを招く。そんなはそんなことしないよ。アリエルを助けてくれたことは感謝する。だがわしの海にその鍵は必要ない。彼女は深い悲しみに沈んでいるね。かわいそうに。我々が力になれればいいんだが。あのお方なら何とかしてくれるかも。あのお方なら何とかしてくれるかも。誰のこと？きっとお前を助けてくれる。お前の願いを叶えてくれる。そうすんなら、あたしを呼んだか、お嬢さん。あなたがアースラ？私。いいのいいの。困っている人を助けるのがあたしの仕事。あんたの願いは、ああ、外の世界へ。なんてことはない。あんたと一緒にいたあの子らだって、外の世界から来たんだからね。え？だけどあれは特別。あの不思議な鍵があるからね。おっと、そんなに悲しまなくてもいいよ。あんたのそばに特別はあるんだから。え？いいかい、アリエル。
私はね、鍵穴は宮殿にあると踏んでるんだ。だからアリエ、トリトン王に内緒でそこまで案内してくれれば、お前を外の世界へ連れて行ってやれるんだけどね。ついにトライデントを手に入れた。アリエ、お前のおかげだよ。やめてアースラ、そんなこと頼んでないわ。どうして？せっかく口うるさい父親を黙らせてやったのに。そうかい。それじゃあそろそろ連れて行ってあげるよ。お前が望んだ外の世界、ハートレスの闇の世界へ。鍵穴が見つかりません。鍵穴はここにはありません。なんだって？おや、邪魔が入ったね。けれど少しばかり遅かったようだよ、坊や。パパ、わしのことよりトライデントを取り戻さねば。急いで追いかけるぞ。
お願い、私も連れて行って。私のせいでパパを傷つけてしまった。私がアスラを止めなきゃ。うん、えい、この私もお供いたしますぞ。
燃えろ。
Thank you.
Thank you.
思い知るがいい。私がこの海の支配者だよ。海とそこに属する全てのものはみんなこの女王に入れ移すのだ。Thank you.
ないよ。押し込んでおしまいか。押し込んでおしまいか。増えたもんじゃない。強気の時間だよ。